大記録達成です。いや、まあ本当に2桁っていうのは通過点だと思うんで、今年はもっともっと上見てくれやっていきたいですし、チームとしてもいい形でサッカーできてるっていうところで、こういう数字もつながってると思うんで、まあ、今日本当に遠い北海道の地までたくさんの人たちが、応援に駆けつけてくれましたし、まあ、そういう人たちにやっぱり勝利とゴールを、ねプレゼントすることができたっていうのはすごい嬉しいことですし。